ジを抜いてください。撮影します。ネジを抜いてください。撮影します。お疲れ様でした。これで計測完了です。スマートフォンを手に。どうやった結果。リフト。あ、でも全部アンダーバスト腕回りマイナス。腕とかは増えてるけど、うん、腕と太ももが、あ、太もも増えてる。筋肉やろうから、うん、一応ちょっとしたトレーニングしたから、 あの筋肉ついてると思うやって、うん、筋肉つけつつ、うん、マミの栄養管理で痩せた感じ。全体的にマイナスついてるから、うん、筋肉増やしつつ痩せた。うん、素晴らしい。はい。まあとはいえまだプロ選手には及ばない体重と体ですけどね、うん。今回は短期間に10キロ以上痩せるなどの急激な減量ではなくって、リバウンドしにくくてこれからも続けていける内容の栄養管理を目指しました、まあ、無理ない範囲なので劇的な変化っていうのはないんですけど、体的には調子も良さそうで、レースとかでもスタミナ切れとかも良さそうだったので、一応成功かなと思います。